はあ、なるほどね。アイ先生、あれだよね、うん。犬の小太郎くんのお母さんですよね。写真送られてきてましたよね。まあまあ、ファミリータイプで全然問題ないんじゃないですか、はいはいはい、一人暮らしではないですからね。犬飼ってるんだったら、ね。いやいやいや、もう全然簡単ですよ。もうこれ全く一人暮らしだと思われないですから。思われないですか、ね、小太郎くんいる時点でね。うちの小太郎がなんて話してたら、あら、お母さんなんだわなんて思うじゃない。そういう勘違いね。いや、あとはやっぱり女性の一人暮らしはいろいろ気使うわけですよ。ね。だからほら、よく防犯のためにさ、男物のパンツを外に干してみたりとかするわけですよ。うん、するみたいですね。ね。うん、だから、小野くんのパンツをあげます。わかりました。わかりました。僕のローライズのやつあげます。はい、小野くんが今着用してるパンツをあげます。はい、結果、小野くんがスースーしたまま帰ることになるんですけど、今日は。今日ですか？はい。今、ナウですか？ナウですけど、あの、こうやって、こうやって掴んで、あの、袋にザバって入れて、こう、しまって入って。そう、そっか。はい。いや、もう今日のはね、結構勝負パンツ。あ、勝負パンツなんだ。それはじゃあちょっと上げられないかな、みたいなことですか。なんで今日俺勝負パンツ履いちゃってんだろう。ていうか、小野くんが全乗っかりっていうことに僕はドン引きですけど。あ、そっすか。あげませんよっていうかと思ったけど、全乗っかりでしたね、結構ね。いや、愛先生にね、いい環境で仕事をしてもらいたいと思う。より悪い環境になりそうなので、ね、それは却下です。はい、ということでですね、今回は、はい、あの、まあ、天川先生のうちに男がいると周りが思うですね、うん、同性ボイス CD を作成してプレゼントしたいと思います。ほう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 、はい、つまりそれを再生することによって周りの人たちに錯覚させるということですか、うん、そう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 、あ、うん、男の人がいるんだ、男の人と一緒に住んでらっしゃるんだ、うん、っていうことを周りに分からせればいいわけじゃないですかね。なるほどね、はいはいはい、ということで、はいはい、小野くんに言わせたいものを僕は考えました、はい、なんか最近多いなそれ、僕に言わせたいものを考えました。これをですね、 お互い1枚ずつ出し合って、うん、CD に収録して、うん、まあ愛先生にはプレゼントしようかなと思っておりますということで、ね、じゃあ早速ですけれども1枚目、うんうんうん、はい、小野くん、はい、おい、背中流してくれ。まあ普通に同棲してる感じもしていいよね。あ、これいいなぁ、いいでしょ、うん、もう続いていっちゃおうじゃん、これ、はい、俺の鼻毛カッターどこ？おー、ピンポイントだなぁ。あー、RR でも、これも、あ、あるでしょ。あ、なんかでも亭主関白な感じがしてるんですね。あるでしょ、うん、こういうなんか同性ってあると思います、うん、はい、ちなみに小野くんのやつは、あ、僕渡しますか、はい、ですね、じゃあこれ、はい、はい、この恋の洗いを作ったのは誰だ、出てこい。はい、まあ良三くんなんですけどね。良三くんも出てきますから、この後良三くんもヘイっつって出てきますから。恋の洗いとか多分あんま作んないと思うから、なんか気難しい人いるなみたいなことになっちゃいますけど、いいんですかそれ。あ、そうか、じゃあそんな中これをじゃあ小野くん、はい、はい、たまにはお前が夕飯作れよ。なんか雲行きが怪しいぞ。なんか小野くんイメージ、なんか俺が作ってそうな感じがするっていうね。たまには作ってよ、俺なんか毎日毎日作らされてさーみたいな。わかった、うん、やっとなんか点が線になった。みたいなことですけどもね。なるほどね、あ、俺だ。クソ。じゃあ俺から、はい、これ、はい、これ、はい、これ、はい、ねえ、しよう、今日する日じゃん、しよう、しよう、つけたから、つけたからね、つけたから、マジつけたから。お前何言わしてんだよ、お前。何の話だよ。いや、これ面白いな。いや、もう単位ないですよ、つけたからしようですよ、はあ、はいはい、しよう、しようですよ、はい、じゃあ、はい、これはい、何ですか、はい、ごめんごめん、もう iPhone でエッチな動画見ないから許して。だ、俺でしょこれ。これ俺でしょ。ああ、そうですか。これ俺ですね。あ、そうですかね。はい、はい、これです。アルシンド、友達なら当たり前。ジーコ、一人でできた。つまり、何これ。サッカーが好きなお家なんですよ。はあ、で、これアルシンドとジーコって書いてあるじゃん。あいつんちなんかアルシンドとジーコいるなになっちゃうじゃん。ブラジル人だから。愉快ですよ、すごい。すごい毎日楽しいです、ね。賑やかみたいなことね。賑やか、賑やか。じゃあこれ最後です。小野くんこれお願いします。はい、これ、大声でね。はい。
俺の部屋でもあるんだから別に全裸でもいいだろ。ド変態ね。あ、もうほとんど小野くんへの当て書きなんですけれども。ああ、はい、俺がいると。はい。あ、アインチに俺がいると。そういうことですね。おお。っていうですね、以上のセリフを同性ボイス CD にですね、愛先生にプレゼントしますのでね。本当にあげるの？今の本当にあげるの？映画先生、これをですね、大音量で流してくださいね。ダメでしょ。